ニューサンノーホテルは東京都港区南麻布に所在する在日米軍の施設でアメリカ海軍が管理している。ホテル用体としてアメリカ軍関係者が東京訪問時の宿泊施設、在日米軍勤務者の保養所、社交場として機能し、中日アメリカ大使館関係者も利用する。施設内は英語とアメリカ合衆国ドルが用いられ、 日本国籍の中流軍等労働者も雇用されている。利用や宿泊はアメリカ海軍規定に準ずるが、週末は満室も多い。日米地位協定などを協議する日米地位協定閣僚に関する日米合同委員会が開催されることでも知られる。第二次世界大戦終結後の1946年にアメリカ軍は、 旧日本軍の産農ホテル主官宿舎を接収し、以後占有した。1983年10月に、旧産農ホテルは所有者の安全自動車らに返還され、日本国政府は、アメリカ軍に代替として、安立電気本社跡地と建物を提供した。部屋数149室、床面積15万平方フィート、駐車場台数74台、すべてが、 移転前の旧産農ホテルと同一である。1981年6月に建築着工し、1983年6月に完成して7月の閣議決定と日米間政府協定の締結を経て、7月16日にアメリカ軍へ提供された。1983年11月に日本国間景気館、入山ーホテル代表、地元町内会等から構成される。 入産の米軍センター地域連絡協議会が設置されて定期的に協議が持たれている。2004年から2006年に内外層が大規模改修された。体制建設が施行した特別な大理石を敷き詰めたロビーや重工で華やかな仕様は1000万ベイドル以上が費やされた。ありがとうございます。